なにかわいい、ショタじゃん。待て、お前たち何者だ。やい、わかってるぞ。こんな時にこの村に来るってことは、お前らも盗賊団の一味だな。マルク、こいつらサベル兄ちゃんの仇だ。成敗するぞ。ガッテンポルク。かわいい。え、お姉ちゃんと、お姉ちゃんと戦うってこと、いいよ。え、マジ？マジ？大丈夫？こんな夜遅くに戦うってどういう意味かわかるよね。行くか。ボコボコにするぞ。フルボッコにするぞ。親に止められた。親ってかおばあちゃんか。よく見んかい、この早とちり目が。この方たちは旅のお方じゃろが。いてぇ、ふえん。命拾いしたな。もう本当にお嫁に行けなくなるところだったぞ、お主たち。一旦ちょっと男の子たちに話しかけてみるか。男の子たちどこだ。あ、ここだ。ちょっと話しかけてみよう。あ、お前さっき悪かったの。でもここは通さないぞ。誰にも会いたくないから、誰も部屋に入れるなっていうジェシカ姉ちゃんの命令だからな。はあ、ジェシカ姉ちゃんは部屋にいないだって。ふん、過去だけと思ったらお前って嘘つく、嘘までケチくさいのな。うおー、この野郎てめえ。許さねえ。言っとくけどな、丸裸にしてるぞ。まずぞい、言っとくけど人間っていうのはね、見た目じゃないんだよ。人間服を脱いだらみんな裸。試してみるかい。もしも本当にいないって言うなら、ジェシカお姉ちゃんいない証拠でも持ってきてみろって言うの。べーだ。よし、わかった。じゃあ今から確かめてやる。その代わり、もし部屋の中にジェシカお姉ちゃんがいたら、お前には村から出て行ってもらうからな。よし、じゃあそこで待ってろ。逃げんなよ。かわいい。かわいい。あ、気が気じゃないな。うおー、マジでいねえじゃん。いや、このノリがさ、うおー、女の子、女の子ってこ、やばいやばい。お前、その手紙貸せ。かわいい。ショタだ。